ジャンリーシェはフランスの天文学者であるジョバンニカッシーニと共に離れた2観測点で火星と恒星の視差を同時測定して地球から太陽までの距離を求めるなどの業績を挙げた1666年に科学アカデミーの会員になった1670年に経度を確認するためのクリスティアン・ホイフェンスの機械時計の精度の確認のために フランス領のカナダまで大西洋を航海したが、ホイフェンスの時計は嵐にあって止まってしまった。1672年にフランス領ギアマのカイエンヌに派遣され、パリのカッシーニと同時に火星と恒星の視差を測定した。この2箇所で観測された視差の差から、カッシーニは地球と太陽までの距離を計算して1億4千万キロメートル程度と見積もった。また、 リシェは地球の各地で同じ長さの振り子の周期が異なることを示した。これは地球が死んだまでないことを示し、以降の地球大円体の形状の論争へとつながっていく。これらの結果は、オブザベーションズアストロノミックスイフィジクスフェット EN リールで関として発表された。ありがとうございます。